皆さんこんばんは。こんばんは。会計投稿 GP でございますけど、はい、ありがとうございます。今回もですね、読ませていただこうと思うんですけども、うん、私の怒りをちょっと沈めてもらっていいですか。怒りを沈める。沈めてもらっていいですか。何ですか。何があったんですか。ロチューが多いんですよ、ね。それは悪かったよ。周りが悪かったね。ロチュー多いのよ。どうしたのよ。ロチュー多いのよ。この街。この街。おお。ね、大通りから路地入って駐車場まで行くんですけど、はいはい、路地でね、こう2車線なわけですよ。路地っつってもね、うん、でも片方に路駐されてると反対側にこう車をね、ここを行かないといけないんですね。まあ、そうでしょ。こう行かないといけないんですけど、うんうん、今日。ここに路駐してやんのに、うんうんうん、向こう向きに車がここに止まってたのよ。あ、まあ、わしゃどうやって通ったらええねんこれっつってそういう時はどうするの。待ってたんですよ、はい、ここで。なるほど。待てど暮らせど降りてこないんですよ、ね、何も出てこないんですよ。そこは ね、 ね、 はね、 ね、 ね、うん、で止まってる車よう見たら、はい、ベンツベンツなんですよ。あー、ツーベンツね、うん、怖いやつかもしれないじゃない。わかります。わかりますよ。いや、それはだからね、がって言うと、まあなんか危険性があるということでしょ、はい、ちょっと待ってたんですよ。なるほどね、うん、で、うん、ね、こう待ってる俺もね、うん、まあ柄は悪いですよ。もちろん柄しか悪くないけどね、はいはいはい、そこはでも止まってる俺、ここ運転手乗ってないんですよ、はい、路駐してハザードつけて2台止まってるから、はいはい、でも俺がここに止まってると、うん、通ってくる人は俺のせいで通れないんですよ。わかります。わかりますよ。針のむしろ、ええ、だからあなたが悪いみたいな感じになってるわけでしょ。そうでしょ。でこいつらのせいなのにってことでしょ。だから、うん、ギリギリね、はい、通れるんじゃないかなと思ってね、頑張って試みたんだ。いや、そうそう、試みたので、一回降りて、うん、通れるか確認して、あ、車で一回わざわざ降りて確認して、確認してゆっくり行くんだけど、はい、後ろからタクシー来たんですよ。何この、タクシーからしてあいつ何してんだよお前、早く行けよお前。でしょ、ギリギリのこのゲーム、何これと思って、イライラ棒みたいな。あ、これは面白い。テレビ朝日の電流イライラ棒。いや、ほんま、いや、まずもう本当に気ぃ使いながらゆっくりこう通って、ギリギリ抜けた時に、うん、後ろから多分タクシーがね、頑張れっていうか、うん、よかったねっていう感じでプップってやってくれたっす。触ってたんだ。多分後ろの人にはね、うん、多分うるさい、早くしろよじゃなくて、そういろんな意味合いがあるらしいからね、あれはね。最後のプップがすげえ面白くて、合格偉かったよ。ありがとうっつって、いや、結果良かったね。町の人との交流みたいな感じになってる。いや、ほんまにタクシーの運転手さん仲良くなりましたよ、まあ、どこを止めるかね、迷惑にならないところに。もうね、腹立つことばっかりですけども、ありますが、はいはい、今日もちょっと読ませていただきますね、うん、もんめでございます。もんめ、きみちゃんですね、はい、じゃあ行きましょうか。お願いします。もんめ、うん、選べよ選べ、選ぶは誰だ、選ぶの私、いらぬはあなた、欲しいの誰だ、欲しいの〇〇、うん、西日が眩しい夏の終わり、仕事帰りに通った公園からセミの鳴き声とともにそんな歌が聞こえてきた。おう、これはこの地域に昔から伝わるもんめというわらべ歌。おう、主に子供が遊びの中で欲しい相手を仲間に引き入れる際にこの歌を用いる。はい、懐かしさと少し不気味さのあるこの歌に私は複雑な感情を抱いていた、うん、それはもう20年ほど前のことである。私がまだ子供だった頃、私は周りとはちょっと違う子供だった、うん、みんなが無邪気に遊んでいる中、私はいつも誰かの顔色を伺いながら空気を読む。なるほど ね、子供なのにね。そんな子供だったんですよね、うん、もんめ、これみんなでやるんですけど、はい、もんめ一つとってもきっとちーちゃんは一番仲良しのよっちゃんを最初に選ぶんだろうな。あ、めちゃくちゃ考えてんな。ああ、あこを次に選ばな、泣き出すんだろうな。ああ、ここでともちゃん立てとかないと機嫌損ねて後からまあおめんどくさいことになるやろうな。いや、すごい子供らしからぬみたいな。遊びの中でそんなことばっか考えてたんですよ。なるほど。そのせいか、もんめでは最後まで私は選ばれない子。うん。そんな可愛げのない子供だったんです。なるほどね。
子供とは純粋で無垢で単純で好きか嫌いかで判断する、そんな残酷な生き物でもある、うん、私は早く大人になりたかった、うん、みんなそろそろ夕飯だよ、夕食当番の子たちは準備手伝ってね。中学生のお姉さんたちが園庭に向かってそう叫ぶ、うん、大きな食堂でみんなで食事を囲み一斉に手を合わせていただきますをする、うん、今日の献立はカレーライス、サラダ、デザートのリンゴ、食べれますか？いやサラダいいっすカレーで、はい、カレーでがあれば、まあまあリンゴももらえますけど。周りのテーブルからはガヤガヤと楽しげな声が聞こえてくる、うん、で席についてね、明日は外の大人が来るね、よっちゃんが言うんです。ほう。続けてちいちゃんが、楽しみ、私絵見てもらう、私はピアノ披露するのよ、あこちゃんは？ともちゃん得意げにそう問いかける、うん、私はただお願いするだけかな。え、お願い？直接頼むの？違う違う、神様にお願いするんだよ、うん、アコは慌てて答えた。神頼み？みんな笑って顔を見合わせるんです、うんうん、ちいちゃんがアコのお盆に目をやり、お願いもいいけどアコちゃんもっと食べないとダメだよ、デザートのリンゴは、うん、うん、食べきれないから減らしてもらった、明日のことでもう頭がいっぱい、うん、不安げにそう答えたアコを見てよっちゃんが言う。アコちゃんはちいちゃんと違って繊細なんだから。何よそれ、怒るちいちゃんに、よっちゃんはお腹を抱えて笑っていた、うん、外の大人というのは、うん、ね、なんかその表現が、この施設に子供を養子にしたいと引き取りに来る大人たちのこと。ああ、なるほどね。ここは1歳から18歳までが暮らす児童養護施設で、私は3歳からここにいる。ここに来る以前のことは何も覚えていない。でも誰も気にしないし、私も知りたいと思ったことはない、うん、ここに住んで気にすることはみんな同じ、誰が選ばれた子になるか、うん、ただそれだけ、うん、翌日朝早くから外の大人はやってきた。いつも朝寝坊ばかりしている子どもたちもこの日ばかりは早起き、おのおの準備を始め、うん、大人は園内を歩きながら子どもたちの様子、特技、作品などを見て回る。気になる子がいたら職員に声をかけて個別で面談をすることも可能、はい、4歳から6歳ぐらいの子たちは外から来た大人に我先にと群がって話しかけている、うん、中高生に至ってはどうせ選ばれないんでしょうと大人を気にも留めていない、うん、昨夜あんなに行き込んでいたよっちゃん、ちいちゃん、ともちゃん、うん、部屋の隅っこでもじもじしてる。私はあこと一緒に本を読んでいた、うん、新緑の木漏れ日に照らされた窓辺、外から入る優しい風が心地いい。何を読んでいるの？大人が問いかけてくる、はい、話しかけると思っても見なかった私は目をまん丸にしながら、うん、小説読んでます、か細い声でボソッとつぶやく、うん、それが精一杯。長年この施設にいるけども私に興味を持ってきた大人に話しかけられるのはもう本当に久しぶり、心臓がドキドキして淡い期待が胸を躍らせる、うん、私が答えた後大人は職員にそっと耳打ちをする。口元は手で隠されて何を話したのかわからなかったけども、その様子に、ああ、もんめみたい。自分を寝踏みされたような気持ちになって、心の中が少しざわざわとする。次の瞬間、職員に手招きされて、呼ばれた。でも呼ばれたのは、私ではなく、隣にいたアコだったんです。私はまた、選ばれない子になった。その日の夜、私はアコに呼び出される。今日はごめんね。謝るアコに、私は、アコが謝ることない。仕方ないことだから。うん、ところで面談うまくいったの？本当にそうなんです。これはもう誰が悪いという話でもないんです。うん、そうだね。アコが謝るのも違うし、うん、私がアコに腹を立てるのもまあまあお門違いな話なんです。うん、少し沈黙した後にアコが覚悟を決めたように口を開く。違う！私ズルしたの！え？今にも泣き出しそうなアコは、もう真っ赤なね、うん、顔しながら一生懸命私にそう訴えるんです、うん、え、ずるってどういうことなの？眉間にシワを寄せて考え込む私にアコはですね、矢継ぎ早に言うんです、うん、私ね、モンメ様にお願いしたの、うん、モンメ様、うん、アコは続ける。私ね、どうしても選ばれたくてここを卒業したお兄さんに手紙を出したの、うん、そうしたらモンメ様にお願いしたらいいって返事をもらってね、外の大人が来る数日前からモーメ様にお願いしてたの、うん、アコは声を震わせながらそう答える。そして届いた手紙を私に見せながら儀式の話をする。アコが言うには、
門目様とは神様でもなければ悪魔でもなくて、幽霊でもなければ妖怪の類でもない。ある儀式をして願いが届くと門目様が良縁を運んできてくれるという。そうなんだ。以下は阿古が行った門目様にお願いする儀式の手順と手紙の内容。はい。門目様にお願いするための儀式と注意事項、うん、1. 鏡を用意して自分が映るように置く。鏡の前に自分の名前を書いた紙を置く。五円玉を用意する。 4. 鏡、名前の紙、五円玉、自分の配置で座る、うん、門目を歌う。選べよ選べ、選ぶは誰だ、選ぶの私、いらぬはあなた、欲しいの誰だ、欲しいの〇〇。この〇〇、欲しいものが家族なら家族が欲しいと、特定の誰かなら個人名を言う。はあ、そういうことか。で、六がですね、歌い終わった後、目の前の五円玉を人差し指で鏡の前まで持って行って、儀式は終わりです。7つ目、願いが届いたら数日以内にその良縁が舞い込んでくる。だが願いには必ず対価が必要です。門目様は欲深いんです。はい、1つ目の対価は良縁を運ぶ五円玉、うん、なるほど。2つ目は果実。ほう。3つ目は生贄として生きた動物。4つ目は契約という意味の体の一部。5つ目の対価は犠牲として、あなたの一番大切なもの。要するにこれね、両親を運ぶための五円玉、貢ぎ物の果物、生贄の生きた動物、契約の体の一部、犠牲のあなたの一番大切なもの、この5つが必要なんです。いやきちいな。で、2回目以降ね、この儀式では歌のですね、いらぬはあなたの部分に必ず対価の名前を入れるんです。ほうほう。対価を払わない者には報いが訪れます。両縁が切れて、その瞬間あなたは門目様に選ばれる、つまり連れてかれるんです。うわ。対価を払う期間は門目様の門目が聞こえてきた後すぐ、ただし門目様は気まぐれ、一つ目の対価を払って終わる者もいます。あ、そうなんだ。でも5つ目まで払わないと終わらない者もいる。しかもこの期間の間隔ってバラバラなんです。誰にもわからない。手紙の最後にはこうも書かれていた。施設を出て3年、俺は新しい家族と幸せに暮らしてる、この前4つ目の対価を払った。次の門目はまだ聞こえてこない。この決断に後悔はないよ。この対価と引き換えに手に入れた家族は俺にとって何も変えがたい幸せそのものだから。でもな、覚悟ないならやめておけ。そう締めくくられてたんですね。はい、すごく恐ろしい内容ですね。私は言葉が出なかった、無言のまま阿古の方を見る。五円玉の儀式の後すぐに門目が聞こえてきたの。数日後に外の大人が来る日って分かってたから、願いが届いたってね、嬉しかった。急いで二つ目の対価、果実、デザートのリンゴ。そうだ、リンゴだ。次の日、私を家族にしてもいいってね、言ってる大人がいるって先生が教えてくれたの。興奮しながら続けますよ。でもね、ついさっき、また門目が聞こえたの。早く三つ目の対価払わないと私の家族がなくなっちゃうの。早くしないと。でもね、生贄の動物なんてどうしたらいいか分かんないから、お願い手伝って。唖然とした。阿古は自分が選ばれた一心で、言ってみたら危険じゃない、こんな自信。そうですね。で、対価を払わないとね、自分が連れて行かれることよりも、まだ家族じゃない大人との縁が消えてなくなることを何より恐れとると。まあ、正直もう狂っとると。阿古のことを軽蔑する反面、大切な友達のね、願い、私は無限にはできない、手伝うよ。仕方なく答える私に、ありがとう。阿古は何度も頭を下げる。でもね、生贄の動物、もう夜だし動物なんていないでしょ、不安げに問う阿古に。一つだけ方法がある。ものすごく嫌だけど覚悟はある。それと儀式に使う鏡と紙を持ってきて、私のいつになく真剣な様子に阿古が何かを悟ったかのように、もちろん分かったと、
私たちは食堂の裏手にある空き地の方に向かう、はい、足早に進む私の後ろをちょこちょこアコがついてくる。ああやっぱりあった、よかった、まだ生きてる。急いで駆け寄る私に思わずアコが顔をしかめる、うん、これって無理もないんです。そこにはですね、罠にかかったもだえ苦しむ一匹のネズミ、ああそういうこと、食堂にネズミが入らないように仕掛けられているネズミ捕り、はい、そこに引っかかってるネズミ、はい、前々からそこには近づかないように言われてたんだけど、うん、田代がアコに私がせかすように言うんです。ほら噛まれないように注意してね。湿気をね帯びた泥臭い土の香りとか、こう生臭い獣臭がこういろんな匂いがこう鼻をついて、はい、ね、もう嫌なんですよ、ね、うん、ね、鏡、神、ネズミ、うん、アコの順番で並んで儀式の準備整いました。始めよう。選べよ選べ、選ぶは誰だ、選ぶの私、いらぬはネズミ、欲しいの誰だ、欲しいの家族。アコは門面を歌い終わった。近くにあった棒でネズミ捕りごと鏡の前に差し出す。その瞬間、あんなにねギー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 言いながらもだえ苦しんでたネズミが血吐いて死んだ。三つ目の対価支払われました。あまりの衝撃に足早にその場を立ち去る。血のついた鏡と紙気持ち悪いじゃない。だからもうね空き地にね穴掘って二人で埋めたんです、これで終わりかな。立ち止まったアコがね弱々しく言うんですよ、うん、わかんない、でも私最後まで付き合うよ、だって私たち親友だから。アコは目にね涙を浮かべながらありがとうっつって、うん、で私はアコをそっと抱きしめたんです、うん、しばらくしてからアコが引き取られていった、うん、新しい家族は佐藤さんという40代の夫婦、うん、別れ際に私はアコに聞いた。あれから門目聞こえてきた、うん、あれで終わったみたい、とりあえずよかった、うん、安堵したようにそう答えてきた、うん、手紙書くから絶対だよ。それから1年経過します、うん、アコが突然施設に戻ってきたんです。え？何でも一緒に暮らしていく中でアコと義父母の関係性がうまくいかずに、いろいろと落ち着くまで一時だけ施設に戻ってくださいと。そうなんだ。あまりにも急激な展開にですね、うん、もう驚きを隠せないんですけども、え、なんで私選ばれたんじゃないの、なんでお父さんとお母さんの気持ちが離れちゃったのかな、このままじゃ家族の縁が切れちゃう、私もう一回モーメ様にお願いしようかな。いや、落胆するアコの方を抱きながら私は言う。いや、まだこれからどうなるかわからないからね。それに今回の新しい家族との出会いがあの儀式の効果だって保証はどこにもないでしょ。そうだよね、大丈夫、全部うまくいくから。でもね、もしアコがもう一度モーメ様にお願いしたいのならその時また協力するから、私は何があっても最後までアコのそばにいるから、うん、私の言葉にアコが少し微笑んだ、うん、その日の夜、はい、アコの気持ちを落ち着かせるために久しぶりに一緒のベッドで眠りについた、うんうん、窓側にアコ、隣に私、しばらく会わないうちに私もアコも背が伸びていた、うん、初めて施設で出会った日からこんなに長い期間離れて暮らしたのは初めて。アコはちっちゃい頃よく私に子守歌をせがんできてた、うん、少し年上の私は毎晩毎晩アコの背中さすりながら子守歌を歌って寝かしつけていた、あの頃を思い出して泣きそうになる、うん、でも我慢した。ずっとこのままがいいのに。布団の中で私たちは離れていた間のことを報告し合う、うん、私がいなくなってからみんなどうしてた、ああこっちは相変わらずだよ、みんなうるさいし賑やかで、そっちは、新しい家族はね優しくて温かくて私すごく幸せだった、うん、お母さんの作るシチューが本当に美味しくてね、あなたにも食べさせてあげたい、今度絶対遊びに来てよ、うん、あのね私だけの部屋もあるんだよ。手紙に家族のこと、新しい友達のことたくさん書いてあったよね、うん、私も励みになったよ、ありがとう。ううん、こっちこそ返信嬉しかったの、みんなの様子知りたかったから。するとアコはおもむろに私に手を伸ばしてきた、うん、あれ髪の毛切ったんだね、よく似合ってる、そう言って愛おしそうに私の髪を撫でてくる、うん、この前ねバッサリね切ったの、すっきりしたでしょ、誰に切ってもらったの。私はアコを元気つけようと自分でハサミでいっちゃった、うん、冗談めかして、ね、うん、笑いながらそう答える。自分でやったの、うん、アコは笑う。屈託のないアコの笑顔にほっとも私は胸を撫で下ろした、うん、アコ眠れない、あそうだ昔みたいに子守歌歌ってあげようか、
茶化したように言う私にアコは、いやいや私赤ちゃんじゃないし、照れ笑いを浮かべながらそう答える。拒否するアコを無視して私は言った。では歌いまーす。選べよ選べ、選ぶは誰だ、選ぶの私、いらぬはアコだ、欲しいの誰だ、欲しいの佐藤。え、私は歌い終わると同時に勢いよくアコの体を窓ガラスめがけて力いっぱい押した。え、外の暗闇を映す窓ガラスには廊下の明かりに照らされたアコと私の姿がはっきりと映っていた。ドン、鈍い音がする。アコの体が窓ガラスに当たった。なんで、最後にそう言い残したアコは動かなくなった。私はアコのそばに駆け寄り耳元でこう囁いた、うん、よかったねアコ、アコは選ばれた子になったんだよ、ずっとそう願っていたでしょ、私が叶えてあげたんだよ、だってねアコは私の一番大切な親友なんだから。子供とは純粋で無垢で単純で好きか嫌いかで判断する、そんな残酷な生き物。アコが初めて私に儀式の話をした時に私は心の底から軽蔑した、うん、でも私は思ってしまった。これを使えば私も選ばれた子になれるんだ、うん、とても単純な話。アコが引き取られてしばらくして私もすぐに門目様にお願いをした。アコからの手紙のおかげで佐藤夫妻がいかに優しくて温かいかを知っていたから。私の対価は5つ、うん、1つ目5円玉、はい、2つ目裏山の琵琶、うん、3つ目アコと同じ手口のネズミ、4つ目自分の長い髪、あーなるほど、5つ目私の一番大切な親友。正直4つ目の対価までは払える算段はあった、うん、ただ予想外だったのはこんなにも短い期間でなおかつ5つ目まで対価を要求されるとは思ってもみなかった。でもこれで全てうまくいった。もう対価を払う必要はないし、新しい家族は私のもの。私はシーツの下から自分の名前の紙を引き抜き丸めてゴミ箱に投げ捨てる。アコの体を元に戻し、何事もなかったかのように毛布をかけて職員を呼びに行った。アコの死因は外傷もなくて就寝中の突然死ということで片付けられた。そうなんだ。訃報を知った佐藤夫妻は取り乱すわけでもなく淡々とその事実を受け入れていた。私はというと、門目様に願った通り、その後佐藤家の養女として何不自由なく育てられた。最初こそぎこちなかったけど、今では一番大切な私の家族だ。私もようやく選ばれた子になったんだ。あれから20年、父も母も年のせいか最近、付き合ってる人はいるのか、結婚はしないのか、子供はどうするんだ、そればっかり聞いてくる。そろそろ良縁が必要なのかもしれない。選べよ選べ、選ぶは誰だ、選ぶの私、いらぬはあなた、欲しいの誰だ、欲しいの。さあ次は何を願おうか。5つ目の対価なら用意できている。怖っ。これやっぱ怖いね。怖いね。すごいね。怖いんですよこれ。最後にね、ええ、やっぱりこうぐるってくるところとか、ええ、はいはい、なんでね、その佐藤家から返されてきちゃったんだろうっていうところも、ふってふってふってね、最後にグーンするからで、最後また嫌な願いをね、かけようとしてるという終わり方含めて、これまあね、うん、月が違えば、うん、そこの月のグランプリオになっていても、うん、本当おかしくない、おかしくないでしょ。おかしくないんですよ。グランプリ候補ですよ、ええ、本当に改めて自分も読みました、ええ、うん、で今そして改めて語りという形で聞きましたけど、うん、すごい構成含めてすごいですね、うん、って思います。いや秀逸です。もう感想他にないですよ、ええ、そうっすね、すごい、もうやっつけ、心をやっつけられる感覚ですね、ええ、本当にもうショート、はい、ね、小説のね、うん、ショートというかね、感じで、
ずば抜けてね、構成力高いですし、ね、でそれ設定としてもそういう施設の中で自分が選ばれたいっていう子がみんな集まってる、だけどみんな仲がいい、うんうん、そういう連帯感もあるから誰かが抜け出していくのを拍手みたいな形で出迎えるけど、うん、やっぱドロドロした思いみたいなのもあって、うん、なんで私じゃないんだっていうのはね、絶対みんな根底にあるからね、そうね、その中に生まれてしまうもんめ様へのなんだろう、本当は頼っちゃいけない何者か、はいはいはい、そして儀式、うん、儀式は怖いですよ、怖いね、うん、絶対大会いるもん、めちゃ要求すんね、めちゃくちゃ要求してくるよ、2つ目までだったっていいじゃん、こう果物で止めといてくれもんめ様も、ああ無理無理無理、ダメなの、無理無理無理、生もの欲しい、いやいや生もの欲しい、生もの欲しい、ね、3つもね、ほんと怖いよ、こういうのがほんと怖いなと思うな、健吾どうでした、そうですね言ってましたけど、まあ、結局最後その用意されてる大化っていうのはもう新しいその佐藤夫婦家族を大化にして夫を手に入れるっていう、まあ最後までちょっとサイコパスっていうか、いやそうだよ、だいたいこういうのってそのまた友達が自分を生贄にするっていうのが定番ですけど、まあ主人公が一番怖いっていう、そうね、はい、人が思うね、はい、求めるもののっていう、でそれを求めるためには何がなくなっても構わないと思ってしまってる思考みたいなところの恐怖なんかな、ジェドマンはどうでした、これやっぱりその呪い系のやつでよくあるって言ったらですけど、はい、なんていうか例えばあの釘のやつ、はいはいはい、後ろ国前ね、後ろ国前ねとかもやっぱりあれで成功しちゃうとやっぱり続けちゃうもんなんですかね、ああなるほどね、一回味を占めたらいけるって思っちゃうんじゃないかな、うん、何もなければね、うん、何も返ってこなければね、大化があってもやっぱりやっちゃうもんなんですかね、やっちゃうんじゃない、人間って欲深いから、そうだよね、だからそういう意味でなんか人の怖さ、まあ人怖っていうジャンルにやっぱこれっていうのはなってくるんだろうね、うん、呪いっていう存在、もんめっていう存在のなんか、うん、ところもあるけど、うんうん、人の思いみたいなとこなんでしょうね、いやー本当にね、今回ねレベル高いんですよ、うん、そうでしたね、だからその中でだから、まあ、そのグランプリという形にはならなかったですけど、君ちゃん惜しい、惜しかった、いやでもものすごく良かったですよ、本当に拍手喝采です、こればっかりは、というところで、はい、今回の会見投稿 GP、君ちゃんのもんめでございます、すごかったでしょう、どうもありがとうございました、では続いての次の投稿会談、投稿会談です、これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん、いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですねマジ不思議プレゼンツ階段に夢を、その手で掴み取れ、いや新しい企画思いついちゃったんですよね、怪奇宴を復活させようと思ってたんですよ、ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね、怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます、この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています、投稿会談で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくはURL から、一番怖かった、マジであれやばいよね、やばい。